ぷり報告です。白夢の森で七つの大罪2名が確認されました。やっと来るの？七つの大罪ちゃん。直接乗り込んでくるか近辺の町によるか。そう、それにわしらウィアードファングがいる。奴らは来るのか本当に。5年前私たちに捕らえられてからずっと日の光を浴びることなく、強欲の罪と呼ばれた伝説が哀れなものですね。ウィアードファングと七つの大罪。いいね。嘘だろ。久々の散歩はいいね。貴様、わかんだろ。お前らがさ、激面白そうな話してたろ。うちの団長。何の騒ぎだ。七つの大罪の番か。瀕死の大罪人が口だけは達者なものだ。切りすぎちまったかね。どの傷だ。あ、傷ってのはよ、こういうやつのことな。ジュリコ様。七つの大罪フォックスシンのバンを探せ。しかしジェリコ様。いいから、俺の貝の服と鎧を持ってこい。早く行け。はい。オッパン、この恨み必ずや晴らしてみせるぞ。さっきからうるせえな。誰か脱獄でもしたのか。七つの大罪バン。やあ、聖騎士ジュド。用済みということだな。貴様は七つの大罪団長を引き寄せる餌の役目を十分に果たしてくれた。敵様を殺せば、すでに死亡している者も含め4人の大罪人がこの世から消えるのだ。5年前貴様を捕らえ拷問にかけたのが誰か。じゃあ行くわ。